城の先にては、志賀直哉の短編小説、随筆。1917年5月に白樺派の同人誌、白樺に発表。私小説の代表的な作品とされる。志賀直哉が宿泊したという三木屋。志賀直哉は1910年に白樺を創刊し、作品を発表している。1912年には、実父との対立から、広島県尾道に移住し、夏目漱石の勧めにより、時任健作の執筆に着手した。1913年4月に上京したが、同年8月に、里見屯と芝浦へ涼みに行き、素人相撲を見て帰る途中、線路の側を歩いていて、山手線の電車に後から跳ね飛ばされ、重傷を負う。東京病院にしばらく入院して助かったが、療養のために兵庫県にある城崎温泉を訪れる。その後は松江や京都など各地を転々とし、1914年には舘野浩二靖子と結婚する。1917年には佐々木の場合、好人物の夫婦、赤西かきたの恋などの作品を発表し、同年10月には、実父との和解が成立している。事故に際した自らの体験から、徹底した観察力で生と死の意味を考え執筆され、簡素で無駄のない文体と、適切な描写で無類の名文とされている。また、城の先にては、大正2年の経験を3年半の後、大正6年に作品化されたのだが、その間に、命と題された草稿が残されていることが判明した。東京山手線の電車に跳ねられ怪我をした自分は御養生に兵庫県の城崎温泉を訪れる。自分は一匹の蜂の死骸に寂しいが静かな死への親しみを感じ、首に櫛が刺さったネズミが石を投げられて必死に逃げ惑っている姿を見て死の直前の動揺が恐ろしくなる。そんなある日、何気なく見た小川の石の上にイモリがいた。驚かそうと投げた石がそのイモリに当たって死んでしまう。哀れみを感じるのと同時に、生き物の寂しさを感じている自分。これらの動物たちの死と生きている自分について考え、生きていることと死んでしまっていること、それは両極ではなかったという考えを持つ。そして命拾いした自分を顧みる自分主人公。山手線の電車に跳ね飛ばされて、怪我をしたことから、その後養生に、田島の城の崎温泉を訪れた。城の先に来た自分は近年になく静まって落ち着いたいい気持ちがしている。作中で藩の犯罪という短編小説を書いたことを語っている。トカゲは多少好きで、ヤモリは虫の中で最も嫌いで、イモリは好きでも嫌いでもない。医者、自分に対して背中の傷が脊椎カリエスになれば、致命傷になりかねないがそんなことはあるまいと言った人物。車腹尾に魚串が刺さったネズミに石を投げる人物。40ぐらい、子供車夫と同様にネズミに石を投げている。3人いた。とも、自分に電車事故で負った傷はフェータルなものかどうか。と聞かれ、それを否定した人物。ありがとうございます。